こんにちは、ひでチャンネルです。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。温かいコメントや高評価のグッドボタンなど本当にいつも励みになります。皆様のおかげでついに登録者数が250名を突破することができました。ありがとうございます。今日はそんな感謝を込めて、急斜に大敵な湿気対策、この6月の時期は本当に大変ですよね。なので今日はそういう湿気対策、除湿の話をしていきたいと思います。私が住んでいる地域は北陸といって、すごく湿気が高い地域なんですよね。まあ、1年中の半分ぐらいは雨か雪が降っているっていう地域になります。車の中の湿気ってそんなにひどいのって皆さん思いますよね。すっごいんです。これが水取り蔵さんってありますよね、あの押し入れとかに入れるやつです。あれを車のトランクとか室内の、まあ、助手席の足元なんかにコロッと置いといてください。まあ、1週間もすれば結構水溜まってます。そんな北陸に住んでいる私ですから、昔のガレージの時に除湿機を一年中回していたことがあります。これはどういうふうにしていたかというと、実は除湿機の中にはホースをつなげて、ずっとエンドレスで除湿ができますよっていう製品があります。そういう製品を使用して除湿をしていました。で、除湿機は車の中に入れておきましたね。で、車の中から湿気を取ってやろうっていう作戦でした。で、その後ガレージが移って電気がない環境になってしまったので、その作戦は扱えなくなってしまったんですけれども、これはかなり有効な方法ですよね。ただし、ちょっと試算してみたんですね。どれぐらい電気代がかかるのかっていうのを計算してみました。計算したところによると、1日14時間。これなんで14時間かっていうと、まあ、夕方6時ぐらいにお家に帰ってきて、で朝8時に出ていくんで、それで計算してみました。で、ちょっと調べてみたら、湿気っていうのはお日様が沈むとともに上がってくる傾向があるみたいです。まあ、ピークになるのが夜明け前の5時ぐらい、まあ、お日様が出る前ですよね。ここが一番湿度が高い状態っていう風になります。で、逆に一番湿度が低い状態っていうのはお日様が高いところにある2時ぐらい、これが一番湿度が低い状態だっていう統計結果が出ていました。なので夜の6時から朝の8時までっていう時間帯って、まあ、結構理にかなってる時間帯なんですよね。これでだいたい14時間です。で、この14時間で計算してみました。で、除湿機にはコンプレッサータイプっていうのとゼオライトタイプっていう2つの方式があるみたいです。で、これが2つ揃わっているハイブリッド方式っていうのもあるみたいなんですけれども、今回はその計算は除きました。で、コンプレッサー方式の方が電気代は安めです。ただし冬場は除湿があんまりできないっていう性質があるみたいです。で、逆にゼオライト方式っていうのは電気代は割と高めなんですけれども、冬場なんかの気温が低い状態でも除湿ができますよっていう方式らしいです。まあ、ここは一長一短ですよね。で、気になる電気代なんですけれども、夕方6時から朝の8時まで1日14時間ですよね。これを1ヶ月間ずっとやり続けたとすると、コンプレッサー方式で2100円っていう結果が出ました。ゼオライト方式だとちょっと値段が上がって3360円っていう結果になりました。まあ、これは機種によっても多少変動はあると思うんですけれども、コンプレッサー方式の方が若干安めです。ただしこれは1ヶ月の割合なんで、これを年トータルにすると、まあ、コンプレッサー方式で2万5000円ちょいで、ゼオライト方式で4万円ちょいっていう結果が出ました。まあ、結構いい値段しますよね。まあ、旧車に乗っている方って、まあ、いろんな人がいると思います。まあ、すっごい資金が潤沢にあって、まあ、お金はいくらでもつぎ込むんだっていう方もいらっしゃれば、まあ、家族の陰に隠れてこそこそっとこのパーツ買えるのもちょっと怖いな、バレたら嫌だなみたいな感じでやってらっしゃる方もいると思いますんで、まあ、この2万5000円4万円っていうのが高いか安いかっていうと、僕は高いなっていうふうに思います。で、せっかくありがとうの意味を込めてこの動画を作っているんで、手軽にできるものがないかっていうふうに調べてみました。
そしたら100円ショップに除湿マットっていうのが売ってることが分かりました。でこれ下駄箱とかそういうところの湿気を取るっていうものなんですけども、これ車に使えますよね。トランクルームなんかに入れておけばもうバッチリだと思います。でこれのいいところって実は繰り返し使えるんですよね。湿気を吸うと赤から青に色が変わります。でこうなったら天日干しをするか強制的に電子レンジで乾燥させてやるかっていうことで何回でも繰り返し使えるんです。でこれを何個か買って車のいろんなところに入れておけばかなり除湿効果期待できると思います。でこれでこんなに溜まってるのと思った方はぜひ100均のマットを試してみてください。まあね、資金が潤沢にある方は、まあ、ガレージにエアコンをつけておいて、まあ、年中ドライみたいな感じでやると、まあ、ベストはベストだと思うんですけれども、まあ、なかなかねそんな人ばっかりじゃないと思うんで、いろいろ調べてこういう風にしたらいいなと思ったのをご紹介させていただきました。で、Amazon なんかを調べるともっと大型のものも売っていました。で、こんなのをトランクルームとか例えばシートの下とかに入れておくだけでかなり湿気対策できると思います。私もレストアが終わったら絶対にやろうと思ってます。まあ、日本の気候ってやっぱり湿度が高めなんで、まあ、どうしてもいくらレストアをしてもガレージに置いておくだけでサビが出てきてしまう場合ってあるんですよね。なのでそういう細かいところに普段から気を使っておけばいらない湿気もなくなりますし、また綺麗な状態の旧車っていうのを維持していけると思います。はい、おまけコーナーです。まあ大体旧車から降りてしまう人っていうのはもうサビが回ってボロボロになって、で板金屋さんに持ってったらってちょっと一桁多いんじゃないのみたいな話になっちゃって降りちゃう人が多いんですよ。洗車の後って皆さん足マットとかってどうしてます？しっかり乾かしていますか？これって手間なんですけど、しっかり足マットなんかが濡れた場合は天日干しとかで乾かしてあげるっていうことが湿気を作らないっていうことにつながって、で私本当に旧車が大好きなんで、旧車オーナーが一人でも増えて、で旧車友達どっかイベントで会って喋る友達が多い方が楽しいんで、こんな話をさせていただきました。であと前の動画でも紹介してるんですけれども、亜鉛板試してみてくださいね。これ安くてすっごい効果があるん で1000円ぐらいで買えるんで、ぜひ試してみてほしいと思います。で今回は250名突破ありがとうございますっていう話だったんですけれども、1000人突破した時には僕イベントを開こうと思っています。旧車のイベントですよね。ヒデチャンネル主催の旧車のイベントを開くのが夢なんで、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。じゃあまたね。イベントの話なんですけど、実はもう結構具体的に考えてることっていっぱいあるんですよね。ただやっぱりチャンネル登録1000人ぐらいにならないと、僕から呼びかけていろんなとこから来てくれないかなと思ってて、なかなか踏み切れずにいます。絶対楽しいイベントになると思うんですよね。なので皆さんすっごく楽しみに待っててください。これからもいい動画をいっぱい作って、早くチャンネル登録1000人になって、そしていいイベントができるように頑張りたいなっていうふうに思ってるんで、これからも応援してください。僕福井県なんで、まあ、地元で開こうと思ってます。で福井の美味しいものとかもいっぱい揃えて楽しいイベントにしようと思ってるんで、その時は皆さんぜひ来てくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良ければ高評価のグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もお願いします。でコメントもどんどんお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。それではまた次の動画でお会いしましょう。